主は、日本のヘビメタルミュージシャン。ギタリスト及びシンガーソングライター。ゴルネリスのギタリストで、スプイナルコードのボーカリスト兼ギタリスト。兵庫県足足市出身。血液型 AB 型。身長171センチメートル。2016年より名義を、主から、主へ変更して活動。1998年、ビジュアル系、バンドバルキアに加入する。二千一年、 ヘビーメタルバンドゴルネリスを結成。2002年バルキア解散後バンドオーシュビッツを結成。2003年アニメタルへ加入する。2006年アニメタルが封印となり以降はゴルネリスを中心に活動。2010年9月80年代から90年代のメタル楽曲を中心に選曲したカバーソロアルバムクライングスターズスタンドプラウドマイナスオリリース。 2014年、アニメ、ドンテンに笑うの、オープニングテーマ、悲哀の風の作曲を担当。ゴルネリスとしても、エンディングテーマ、アティテュード2ライフを手掛ける。2016年11月、ソロとしては、初のインストアルバム、You Play Hard をリリース。2019年1月、様々なゲストアーティストを迎えて制作された、ソロアルバム、ボルベイドスをリリース。 4歳の頃にピアノを弾き始め、6歳の頃から親の影響でバイオリンを始める。小学4年生の時に X ジャパンの良識に憧れバンド組みドラムを始めた。ある時バンドメンバーのギターを借りて弾いてみたところ、ドラムよりはるかにできる可能性があるのではと思い、親に無理を言ってギターを買ってもらい、X のコピーを始める。練習を始めてからは、 すでにギターをやっていた友人よりも上達が早かったことに手応えを感じ、ギター一筋でやっていくことを決意。その後、中学1年生の頃に、イングベイ・マルムスティーンの曲をコピーし出したがつまずき、独特の即弾きに衝撃を受けたという。その際に初めて聞いたイングベイの音源が、ミニアルバム、アイカント・エイトで、それからはイングベイに傾倒していったとしている。 前述のアーティスト以外にもよく聞きコピーしてきたギタリストとして、ポール・ギルバート、ザック・ワイルド、トニー・マカパインなどを挙げている。また、歌手では、セリーヌ・デオンやマライア・キャリーといったディーバの大ファンで幼少期の頃から好んで聴いている。高度なテクニックかつ泣きのフレーズを用いた演奏が特徴的なギタリストで、スイープ奏法やタッピング奏法などを得意としている。 イングベイ・マルムスティーンの大ファンであるが、あえて、イングベイとは異なるスタイルを貫いている。理由はイングベイそのままになってしまうからで、ギターも本来なら、ストラトキャスターを使用したいと思っているが、フライング V や変形ギターを中心に使用し、双方では、ハーモニックマイナースケールではなく、ナチュラルマイナースケール、ネオクラシカルでペンタトニックスケールを使用することなどを意識している。 ギタータイトルの和アルバム和シングルありがとうございます。